おはようございます。釣り子 TV です。ちょっと気になっていたルアーがね、釣り具屋さんに並んでいたんで買ってきてみましたよ。その名もですね、ギルロイドミニーってね、ギルロイドミニじゃないんですね。ミニーってね、こう伸ばす感じの、お名前みたいですけども、小型でね、可愛らしいギル系のプラグっていうことで、ツレツレのね、今勝のギルロイドに、最小サイズが登場だよっていうことでね、一つ買ってきていました。価格はね、3080円っていうことで、こんな感じのね、パッケージに入っていてね、ほんとね、小型でね、可愛らしい感じなんですけども、で、カラーはですね、3D リアリズムの、3D メスギルっていうね、カラーね。これよくね、大きなサイズでも釣れるんで好きで使ってるんで、メスギルカラー変えたんでね、一つね、買ってきてみましたよ。早速ね、どんな小型なルアーなのかね、開けていきたいと思いますね。パッケージはね、こんな感じなんで、目立つんで釣り具屋さんですぐわかるんじゃないかなと思うんですけども、ミニに、あ、小さいんだけどしっかりこうブーツテールではないスペアのね、この薄いこのテールね、付属されてますね。うん、これとで、まあこっちで使うのが結構デフォルトだよって感じになるんじゃないかなっていうね、ブーツテールがついているですねやつですね。こうしっかりとボディに傷がつかないようにしまわれているんで、あーこういう感じか。もうね、わーいいですね。いますよねこんなのね。えまだね、釣り場に通っていてね、ちょっとね寒い日が続いたりしてたんで、自分が行ってるタイミングではねまだね見かけてないんですけども、もうあったかい日もね、20度近い日も増えてきたんで、そろそろ見かけるんじゃないんですかこんな人たちね。えこれはいいですね。思いのほかちぎりですよこれね。えいやー、で小さいのにでっかいの釣る気満々な、このボディサイズに似合わないね、比較的大きめのフック、これでなんかこうね、ちょっとデカバスを取るためのルアーだぞなんていうのがね、感じられますね。はい、正面から見るとこんな感じね。ああ嬉しいですね。これ結構高級だと思うんですけども、いいスナップがね、最初から標準装備で、ついております。ロー付けされたですね、結構このスナップ高いんですよね、単体で買おうとするとっていうスナップがついていて、でこういうリップですね、これがついていて、背中から見るとまあこんな感じで、何よりもねこのポイントになるのが、このボディサイズに対してこの巨大なブーツテールね、これがついていることによってでね、なかなかいい仕事をしてくれそうだなってね。実際投げてみたいんですけども、っていうのはこのブーツテールがこんだけボンとね後ろにあることによって、非常にですねこの飛行姿勢が整って、こういうビッグベイトとか重心移動ついてないのだと切りもみになってね、なかなかその思い通りのポイントにね、なんか切りもみしちゃうっていうのがあったりするみたいなんですが、このブーツテールの重量が後ろにね、後方重心で引っ張っていってくれることによって、非常に飛行姿勢が安定してね、遠くに、シューティングしやすいよっていうね、そんな説明があったので、これは早く投げてみたいなっていうことで、じゃあね、サイズ感の比較でいきますけど、まずねこれは一番小さいだろうと今まで思われていたギルロイドベビーと比べるとこんな感じね。はい、ねこの見てる以上に持ってみるとね、だいぶ小型化されたなっていう印象はありますよね。これの時点でもね、かなりねバスのね寄りが良くて、見に来てね、でほんとただ巻いてるだけでね、スッて釣れちゃうっていうね、そういうサイズ感だなと思ってたんですけども、そこよりさらに食わせのサイズになった、こんな感じね。
これはね一つね武器になるんじゃないかなって言って、これのさらにお兄さんのこれギルロイドジュニアかな、ね、バッファロー本をフック仕様にしてますけど、それと比べるとこんな感じね。まあ、ブーツテールの大きさもねだいぶ違ってくるんだ。これあの実際につい最近使ってて、なんか葉っぱがついてる、葉っぱがついてたんで取って、こんな感じね。持ってる感じの重量感もねだいぶこれぐらいサイズが変わってくるとね違うんですけども、全部ねこうリップは取ってね使うような感じに自分はしてるんですけども、そこら辺もねこの用途に合わせてここがネジで、止まっていて、これをね取ることによってリップを取り外したリップレスなね、小型ピックベイトっていうのかな、まあにすることができるんで、まあそこら辺のね、チューニングもいろいろできるよっていう感じのもね楽しいんじゃないかなっていうことで、まあここら辺のやつもね、ウェイトをいろいろ貼ったりしてね、なんだろう、水中でなんだろう、こうゆっくり沈んでいって、そんでそこではこの針を支点に立つぐらいのねそういう調整をしていくとなかなかね、いいよなんて動画で見たんで、そんな感じの調整にね、それぞれ、しているんですけど、ポイントはあのフロロカーボンラインの重さでその沈めていく感じっていうんですかね、このボディ単体っていうよりもこのボディの重さにプラスして、なんだろう、フロロカーボンラインのダルーンっていう重さでふわーって落ちてくる、それぐらいにね、調整すると自分は使いやすいなと思ってね、使ってみているんですけども、まあ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 裏にねこれの出しどころなんかも書いてあるんじゃないかなと思って、ちょっとね、説明書きの方も見ていきたいと思いますけども、オリジナルギルロイド、ブロスの、個性と性能を継承し、極限のダウンサイジングによりフラットサイドクランクとしての、高い巻き性能をも身につけた、新機軸ギル型ビッグベイトのリトルジャイアント、それがギルロイドミニです。ビッグベイト的なサイトでの使用はもちろん、純粋なフラットサイドクランクとしての、秀逸なアクション、強烈な、周魚波動を実現、ブーツテールの飛行姿勢安定効果により小型フラットサイドのジョイントルアーにも、関わらず抜群のロングキャスト性能を発揮、小さなボディにクラス最大サイズのトリプルフックを装備することで高いフッキング性能を発揮し、ビッグバスにも余裕で対応、リップレス、ワインドリップ、ノーマルリップを使い分けることで表層、0.6m、1.2m とワイドレンジで対応可能、リップ&、ブーツテールの前後同時駆動により超早巻きでもバタつかず、デッドスローやデジ巻きまであらゆる巻き方に高次元で対応します。リップレスでは、競争、超高速巻きからの、キル、緊急停止ですね。で、最強の、リアクション効果を発揮します。なんてことがね、この裏には書いてあるんですけども、あ、最初の方で説明すればいいです。ちょっと中にね、まだ中入ってます。こういうね、動きの質、あとは泳ぐレンジを変える、リップがね、ついております。ね、ワインドリップっていうことでいいのかな。それとこの小さなね、長方形の、プラスチックパーツは、ここのリップ部分を取り外した時に、そこにね、入れることによって、ここの穴っぽこがなくなるよっていうね、こういう部材が入ってるんですね。だから、小さなボディながらこういうリップによって、レンジの変更、そして、このテールを付け替えることによって、違ったね、波動を出したりとか、泳がせ方をしたりとかね、こういう感じでね、オールインワンでね、いろいろな使い方ができるっていうね。気になるのはまあ別になかったらなくていいんですけど、この横にこのバッファローフックをつけるような穴はね、つけなかったんだなっていうことで、これはまあ針のセッティングとしてはこんな感じで使うのがベストだよっていうことみたいですね。まあ何にしてもね、本当出るよ出るよってね、なんか雑誌かなんかで見てすごい気になっていたね、超小型サイズね、これがいよいよ出たんで、春先のねちぎるがよく見かける状態になったら早速投げていきたいと思います。
で、まあ似たようなところだとこのデプスにもね、こういう小さなね、ブルーシューターありますよね。それと最後比べてみるとこんな感じですね。デプスだとね、ここら辺までのミニっていうサイズまではまだ展開されていないので、ここら辺でね、そのギルの発育状況によって使い分けたり、あとね、こういうテールはつけてくれているんですけども、自分の場合はまあ両方持っているんで、まっすぐなテールな感じ使いたいときはこっちのね、デプスのね、ブルーシューターのね、ちっちゃいやつ使って、で、この今勝っぽいね、ブーツテールっぽい、なんだろう、ボヨン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 ってなんかアピール続ける、こういう波動が欲しいときは今勝、シュン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 バクって食わしたいときはこうデプスのブルーシューター、こんな感じでね、買い分けたり使い分けたりすることによってね、結構ね、便利に、やっております。まあ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 、今勝っていう感じでいきたい場合はこういうチューニングパーツでね、また自分好みのセッティングにも出していけるんじゃないかなと思うんで、まあまあそこら辺はね、お好みとかに合わせていろいろ使い分けていったらいいんじゃないかななんていうふうに思います。まずはね、買ってみてこの手のひらに収まるこの可愛い感じね、家の中で見てみたかったので開封してみました。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、今勝から新しく登場したですね、可愛らしい、ビッグベイト、ギルロイドのミニ、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。